したか。クルスさん、たい焼き10個ありがとうございます。あ、ケロンさんもたい焼き10個ありがとうございます。あ、ケロンさんも10個ありがとうございます。おちゃむさん、たい焼き10個、20個おちゃむさん20個ありがとうございます。やっちさん、たい焼き10個ありがとうございます。ちょっと待って、読み切れない、ちょっと待って。やっちさん、たい焼き10個ありがとうございます。ラブカーナさん、頑張ってね、だって、ありがとう、たい焼き20個ラブカーナさん、たい焼き20個ありがとう。ヒラリンさんも、たい焼き20個ありがとう。ヒラリンさん、ありがとう。クルスさん、たい焼きまた10個ありがとうございます。なんかすごい申し訳なくなってきた、こんなに投げてもらうと。ちょっと申し訳なくなってきちゃった。でも嬉しい、みんなありがとう、嬉しいです。こんばんは、こんばんは。リアルガチでめっちゃ良かった、嬉しい。ナレーションが良かった。そう、今回ナレーションスタイルでやりました。3回くらい撮り直した、あれ。実は普段のサリーのご飯のレベルの高さに驚いた。そう、普段あんな感じ、マジで。チンチンさん、たい焼き10個ありがとう。クルスさんも、たい焼き10個ありがとう。国曜さん、たい焼き10個ありがとう。七田さん、たい焼き10個ありがとうございます。こんばんは。あ、国曜さん、またたい焼き10個ありがとう。なんかすごい、みんながそんなに投げてくれるのに、さえはいつも感謝をありがとうしか伝えられないのがすごいもどかしい。国曜さん、またたい焼き10個ありがとうございます。こんなんでいいんだろうか、私は。あー、国曜さん、また10個ありがとう。なんかどうやったらみんなにさ、このなんていうの、喜びっていうの、感謝をさ、もっと伝えられるんだろう。なんかありがとうじゃ申し訳ないぐらい投げてもらっちゃった。仕事上がったばっかりでまだ動画見れてない、配信あたら見て。あ、嬉しい、その気持ちがもう嬉しいよ、ありがとう。あー、国曜さん、またたい焼き10個ありがとうございます。こんばんは。配信毎日してくれるだけで十分。本当ですか、嬉しい、ありがとう。こんばんは。元気に活動してくれればいい。みんなさ、なんか優しすぎん？最高に優しい、みんな本当に優しい、ありがたい、嬉しい。なんだか申し訳ない気持ちもあるけれど、とっても嬉しいです。この気持ちは嘘じゃないです。伝えきれないぐらい。こんばんは。あ、今日朝お金を下ろすことに成功して、お財布にお金が戻ってきました。え、マジで20円ぐらいしか入ってなかったじゃん。1円玉18枚ぐらいと5円玉とかしか入ってなくて、20円ぐらいしか今日入ってなかったんで、マジ超金欠だった、危なかった。今バイト終わった、お疲れ様、お帰り。今日もレッスンに自主練に YouTube にお疲れ様、ありがとう。でも今日はね、もう動画編集終わったから、サムネイルとラスト確認と、なんか何、題名とかつけただけです。そう、昨日が一番頑張った。明日も仕事なもんで、おやすみ、おやすみ。たい焼き投げてみた、ありがとう。こんばんは、こんばんは。フルーツ大福美味しそうに食べてもらいたいだけ。でも本当に優しい。こんばんみ、こんばんみ。かぼちゃ先生、たい焼き10個ありがとうございます。こんばんは。そう、金欠ってレベルじゃなかったのよ。こんばんは。やっちさん、たい焼き10個ありがとうございます。あ、もう10個やっちさん、ありがとう。ラブカーナさん、たい焼き20個ラブカーナさん、20個ありがとう。ねえ、嬉しい、嬉しい、どうしよう。けんけんさん、たい焼き10個ありがとうございます。どうしよう、嬉しい、嬉しい。なんかせめてもの感謝で、今日はちょっと長めにショールームしたい。明日のチーム4の練習もしたいところだが、明日も練習行って早く行ってするから。ちんちんさん、たい焼き10個ありがとうございます。けんけんさん、たい焼き10個ありがとう。サリン現金派ですか。サリンは現金派です。食費がすごい節約家で驚きました。そう、食費を1ヶ月1万円で収めたいんですよね。まあ今月はちょっとね、調味料買ったから気
厳しそうなんだけど、調味料買う月はねしょうがないね。やっぱ揃える時お金がかかるんですよ当たり前なんだけどさ。しょうがないね、こればっかりは。こんばんは、こんばんは。おんでもですが、これ楽しみにしていますね。めっちゃ楽しみ。こんばんは、こんばんは。明日の声見るのに VR のに入るか、普通のオンデマンドか迷ってる。なるほどね。VR もさ、1ヶ月いくらの形なの？あの、そうなのかな？何回も見れるのかな？そしたら、どうだろうな。でも明日は生誕だから、VR の方が私のことたくさん見れるんじゃない？生誕だとやっぱ多分ナナさんがいっぱい映るから、オンデマはワンチャン VR の方がいい説あるんじゃない？わかんないけど、この策が正解なのかわかんないけど、ワンチャンその説さえはあると思ってます。こんばんは。手紙出してきます。嬉しい、待ってます。こんばんは、お疲れ様です。こんばんはね。今日さ、さっき洗濯も回したんだけどさ、洗濯機してたらさ、なんか洗濯機が一回ゴラ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 みたいなさ、とんでもない音を立ててさ、でもそれが何が原因だったのか分かんなくってさ、ないなんか怖いんだけど信州牛乳飲んでる？え、なんかさ、近くのスーパーに長野の牛乳売ってなくてさ、北海道の牛乳今飲んでる。そう、悲しい。長野の牛乳ないんだよね。あ、てか今日さ、あれなの、あ、こんばんは。今日さ、帰りさ、めっちゃ眠くて早起きしたから、めっちゃ眠くて帰りの電車寝ちゃって5駅ぐらい寝過ごした。マジ初めてだよ、そんな寝過ごしたの。だからなんかマジで普段の2倍ぐらいの時間電車乗ってて、すげえ帰るの遅くなったんだけど、すごい嫌な気持ちになった悲しい。北海道牛乳美味しいから好きなんだけど、でもね、今日終わっちゃったんだよ。あ、そうだ、今日帰ってきてからコーヒー飲んだら牛乳終わっちゃって、後で買いに行こうと思ってたらもうこんな時間になっちゃった。明日の朝カフェオレ我慢する？いや、朝スーパーまで走るか。朝、明日別にゆっくりだからな明日ゆる公園だったら別に、ね、5駅ってなかなかじゃない。まあその いわゆる各駅停車的なさ、電車だったから、路線だったからさ、そう、まあよかったよね。特急とか新幹線とかじゃなくてよかったね。本当に危なかったぜ。全然寝ちゃったね。ラブカーナさん、たい焼き20個ありがとう。ラブカーナさんありがとう。あ、もう10個。ラブカーナさんありがとう。わさっぴさんもたい焼き10個ありがとう。たい焼き達成したって、イエーイ、お祝い、みんなでお祝いだ。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、みんなありがとう。やったー。たい焼きじゃない、たい焼き投げてもらいすぎてたい焼きって言っちゃった。大福食べるぞー、イエーイ、イエーイ、ありがとう。じゃあ後日手元に来たら、もぐもぐ配信します。お待ちください、その日を。もうちょっと多分ゴールデンウィークのギフトをこの前いただいたので、じゃあ1ヶ月後くらいになるかな。もぐもぐ配信です。私の珍しい、ショールームであんまご飯食べないから珍しいもぐもぐです。イエーイ。ちんちんさん、たい焼き10個ありがとう。珍しいもぐもぐが始まりますよ。いや、嬉しいな。
ありがとうございます。本当に本当にありがとう。こんばんは。事務所に届くの、どういうスタイルなんだろうね、分からん。明日の髪型は奈々さんに決めてもらおう。そうさ、昨日じゃない今日お風呂入りながらさ、何にしようと思ってさ、やっぱり決まらなかったかい。うん、やっぱ奈々さんに決めてもらおうと思った。タメさん、体育10個ありがとう。サリング幸せそうに体育食べる配信楽しみ、やった、イエーイ。明日楽しみ。なんかさ、ちょっとみんなが興味ないかもしれないんだけどさ、最後今宝塚にハマってるって話をしたじゃない。大丈夫、宝塚に興味ない人も面白い話だから、ちょっとみんな閉じないで聞いてほしいんだけど。でさ、そのまあ本編はさ見たことないんだけどさ、そのダイジェストみたいなやつを公式で上げてるやつをこうずっと見てるんだけど、マジで歌うとダンスが異次元すぎてめっちゃすごいのね。あ、くす玉チュンチュンさん、ありがとうございます。そう、それを見てたらめっちゃミュージカルへのやる気っていうか、もともとやる気あったけど、なんかミュージカルへのこう意気込みがこう変わってきたね。いや、私もそう頑張ろうってなったし、明日の公演のモチベーションもガンガンに上がった。そう、歌うぞって、歌って踊るぞと思って。そう、久々にね、奈々さんと一緒に公演出るから嬉しい。てか明日あやねちゃんとかもいるんだけど、あやねちゃんともめっちゃ久しぶりだと思う、立つの。一緒にステージっていうか劇場立つの。そう、嬉しい、マジで嬉しい。久しぶりのメンバーいると嬉しいね。何組が好きとかある？私の今ねごひいきにしてらっしゃる方がですね、花組のトップスターの柚塚玲さんと、あと雪組かな、雪組のね浅見純さんって方がねすごい今好きなんですけど。そう、でもステージ見たい、今一番見たいのは花組さんかなって感じ。そう、推しの好きなものはチェックしたい派だけど、そっちはなかなか手が出せない。いや、これは、ね、出さない方がいいよ。沼にはまったらもう出れなくなると思う、多分。やめておこう、やめておきましょう。そうだからすっごい今やる気、なんかそもそ もう奈々さんの生誕ってだけでもう超やる気が出てたわけ。チーム4公演だし、奈々さんの生誕だし、そう楽しみって思ったんだけど、そう宝塚見たらなんか それをさらに超えるやる気がこうめきめき出てきて、今すごいやる気だから今日寝る前に確認、振りの確認して、歌詞の確認と振りの確認をして、明日早く劇場行って3時間ぐらい練習できる時間取って、4時間ぐらいか、4時間ぐらい練習できる時間取ってもらったから、一生練習して本番めっちゃ頑張ろうと思って。こんばんは、こんばんは。ちょっと足痛すぎて今ずっと揉んでますやる気はあるけど足は痛いから、ちょっと足もこのやる気についてこれるようにいっぱい揉んでおきます。今日は尻尾張って寝ます。頭の中でさ、なんかミスターから LINE 来たけど何の写真かわからん。これなんか写真送られてきた、後で返そう LINE こんばんは、まあ、映像マジ待ち受けを宝ジェンヌの方にしたら毎回開くたびに恋に落ちる。あ、かっこいい。マジ今日もうマジでか、ま、今日マジで毎回携帯開くたびにえ、かっこいい、えってなってた。そう、みんなもうきっとあれなのかな、私を待ち受けにしてたりするとそうやって思ってくれてるのかな、え、かわいいって思ってくれてるのかな。そうだといいな。なんか久しぶりにさやがオタクしてる感じする。オタクしてるからみんなの気持ちをまたよくわかるって感じ。
今日はお湯、湯船にしっかり使った。今日はご飯の前に入ったからさ、そう結構ゆっくり入りました。ご飯の前にお風呂入るとね、夜長く感じていいですね。これからそうしようと思います。こんばんは。ミスターもショールーム中。ミスター何ショールーム中にさえに LINE 送ってんねん。なんかあのミスターが最近貧血気味らしくて、貧血にはカツオがいいよって私が教えてあげたらカツオ食べたっていう LINE が今来てた。写真とともに。そう、じゃあ後で LINE 返したいと思います。いやー知りたいな今日。でマジ宝塚の宝ジェンヌの皆さん見てたらみんな細くてスタイルいいから、なんかただ細いだけじゃなくてすごく筋肉がついてるいいスタイルだから、マジで筋トレのやる気めっちゃ出た。えマジモチベが今ガンガン上がってるんですけど、だんだんスタイリングが上品になりそう。えもうマジでとか使えなくなるよねこれからね。使っちゃうけどね、ちょっと田舎の JK だったからさ、この前まで使っちゃうね。それなとか使っちゃう。絶対宝塚の人使わないじゃんね。いや本当に。でも上品にさえなれないと思う多分。なんかもう無理だと思う。なんかもう無理だと思う。無理すぎて2回も言っちゃった。多分無理だと思うよ。どんなに頑張ってお上品に過ごそうと思っても、全然無理。全然無理だね。待ってさ、今さ家計簿をさつけてるんだけどさ、鶏肉買いすぎじゃね。買いすぎじゃね。ちんちんさんめっちゃ可愛い、ありがとう。サリーの声の大きさってほんと舞台向きね、嬉しい。声が大きくてよかった。こんばんは。こんばんは。いや鶏肉がねこの世の肉の中で一番好きなんだよ私は。そうだからついつい鶏肉買っちゃう。マジ交通費とかさ食費とか全部さ紙に書いてんの偉くない？マジ偉いと思うわ。こんばんは。こんばんは。そういえばチーズタッカルビ美味しそうだった。やった。そうチーズタッカルビ、なんか普通ホームプレートじゃないや、なんていうのあれ、ホットプレートで作るんだけど、ホットプレートなんてちょっとないから、ちょっと買おうと思ってるんだけどさ、でもこの家に置くとこないなと思って買うのを今ためらってるんだけど、欲しいちっちゃいホットプレート欲しいんだけど、そう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 、まあそれはよくて、そのホームプレートって言っちゃう、なんでホットプレートがさないからさあんな感じにねしてるんだ。でもあれ早く食べないとチーズ固まってくから。あ時間との勝負なんで、あのチーズタッカルビ時間との勝負なんだあれ。よく噛みながら早く食べるっていう至難の技が求められる、あれタイムアタックなんだよあのチーズタッカルビ。ちなみに作るとき皆さんご注意ください。はい、タイムアタックなんで、もう一回レンチンすれば全然元に戻るんだけど、トロトロになるんだけどね。いやー足が痛いな今日、困っちゃう。でも美味しいよ。初見です。初見さんこんばんは。今日はなんだ、今日はオムライスとチーズタッカルビの動画だったか。今日は、はい、そんな感じですね。ちょっと1週間分撮ってるんだけどさ、まあ、今日も撮ったんだけどさ、編集が多分もうちょっとかかる。
え、マジで。だってさ、初日が月曜日に撮ったでしょ。火曜日から編集始めて5日間かかった。あ、でもレッスンがあったから全然編集時間ちょこちょこしか撮れなかったけど、この劇場終わったらまたちょっと開くかもしれないから、もうちょっと上げられるかな。頑張って編集頑張ります。ちょっと待っててね。オムライスはそう、なんかチキンライス作るのめんどくさいから、あのウインナーにしたし、卵で包むのもめんどくさいからスクランブルエッグにした。でもさ、一人飯ってあんなもんじゃない？あれでさ、なんかあれそれっぽいのできたら全然良くない？そう、いだ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 、さあ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 、ちょっとテレビのリモコン邪魔だからちょっと戻してきていい？さっきまでちょっとテレビ見てたんだよね。もや様を見てたんだよ、もやもやサマーズを。じゃあ頭の中で一生宝塚流れてるんだけど、どうしよう。よいしょ、ちょっと今椅子がすごいカシュカシュってなってた。ちょっと早く机届いてくんないと、折りたたみの机狭すぎるんですけど。サリンこんばんは、こんばんは。まあ、ナレーションの感じが TikTok でよく流れてくる時短料理動画のやつに似てて聞きやすかった。あ、本当？私がなんか意識してないけど TikTok の料理動画よく見てるから無意識に似ちゃったのかも。でもね、ナレーションスタイル楽だなとは思ったんだけど、多分ね、これからね、どっちもが混ざった動画が多いかなって思う。そう、どっちも混ざった動画が多いかな。ナレーションの動画もあるし、なんか料理しながら実際に喋ってるやつもあるみたいな感じになりそう。あれどっちもめんどくさいんだよね。なんかどっちもで別のめんどくさがあるから、撮る時の気分によるって感じですね。こんばんは。まあどちらも楽しんでいただければと思います。そう、メガネリン、こんばんは。こんばんは。なんか、どっちの方が楽なのかなっていう試行錯誤ですね。どっちもなんか別のめんどくささがあるんで悩ましいところではあります。なかなかね、どちらにもメリットとデメリットが存在してる。そう、同時の方が臨場感がある。え、でも料理動画に臨場感って別に求めてなくない？そんなことない。臨場感いる？映画でもなかろうに。今日はお風呂上がりですか？今日はお風呂上がりです。こんばんは。ナレーションは台本書いたの？いや、動画を見ながらずっと喋ってた。イヤホンで動画流しながら喋ってた。あのもうさ、テロップっていうか、テロップはつけた状態でナレーション撮りしたから、それに合わせて喋ってた。ナレーションのマイクは編集のイヤホン？編集のイヤホンとは？司会よりも MC 向き。司会と MC って一緒じゃない？すっぴんかわいい、ありがとう。じゃ最近ほんと毎日すっぴんでごめんね。明日は劇場公演出るからメイクしてるから、朝の夜配信はメイクしてるからさ、みんな許してね。明日も朝配信すると思う。明日も予定では早起きする予定なんですけど、できるかな。今日早く寝ればきっとできるよね。今日早く寝よう。
でも毎日宝塚の動画見てさ、そう寝てるからさ、マジ快眠なんだけど、すぐ宝塚の話しちゃう。もうダメだ。あ、ナレーション撮りはね、ほんと携帯のボイスメモで撮ってます。こいつ撮ってる、携帯に向かって。はい、醤油小さじ1、みりん小さじ1、お塩コショウでちょっと味を整えますみたいな、ここで撮ってる。そう、サリみたいに可愛くなりたい。いやー嬉しい、そんな風に思ってもらえて。でもあるよね、そういう思うこと。私も自分の顔を鏡で見るたびに、ああ誰々みたいに可愛くなりたいなって思うもん。いやーね、人と比べたくないけど人と比べちゃうよね、わかる。でもそんな風に思ってもらえて嬉しいよ、ありがとう。泣きそうなぐらい嬉しいです。明日夜配信だけ見る。あ、夜は漏れてると思うよ。顔面と髪の毛ができてるから漏れてると思うよ。楽しみだね、それは。そう、みんなないものねだりしちゃうよね。さあもうマジで、あ、誰々みたいな顔になりたいなっていつも思うもん。おだいりちゃんみたいな顔になりたいなとか、浜ちゃんみたいな顔になりたいなとか、京天ちゃんみたいな顔になりたいなとか、マジみんなに対して思うんだから。メンバーに会うたびに、ああ誰々ちゃんなりたいなって思うんだから。そう、人間ってそういうもんですよね。マジでみんな、メンバーみんなに会うたびに思う、毎回思う。え、待って、ずれたかも。あーはん、数え間違えた。よし、これは別の用途に使う紙にしよう。あれ、さやどこやったっけ、間違えちゃった。え、どうだろう、明日の公演終わりどうだろう、テンション高めか、なんかもうめっちゃ疲れて脳みそが寝てるかのどっちかだけど、多分アドレナリン出てるんで元気だとは思う。多分元気だと思うよ。あ、やばい、髪がくしゃってなる。うん、隣の芝は青く見えるってやつ。そう、いやー、サリになりたいと思ってる人いないって、さすがに。443、本当にここか、合ってる。4 4 4 4 3 11 OK。今家計簿の表を作ってんだ。じゃあ配信までに終わらせる予定だったんだけど、ちょっと間に合わなかったのよ。ピンクの服に合ってる、ありがとう。これもう、これ多分あれ、これ多分ファンの人もらったやつだと思う。めっちゃ前だけど、 2年ぐらい前とか。エリちゃん、サイリに服買うとこ聞かれたんでショールームで話してた。でもさ、3つぐらい教えてくれたんだけどさ、なんか横文字難しすぎてさ、1個しか覚えてなくてさ、ちょっともう一回聞きたい。次はちゃんとメモ帳を用意してさ、エリちゃんに聞きに行きたいんだよね。ちょっと分かんなくなっちゃったのよ。そう、横文字難しかった。知らないブランドさ、服のブランド知らなすぎてパッと言われても分かんないからさ、ちょっと1個しか覚えてないの。3つも教えてくれたのに1個しか覚えてないから、ちょっともう一回会った時、次会った時に、そう、もう一回聞く。え、何でしたっけって、ちょっとあの携帯に打ってもらっていいですかって。そう、聞きたいところだね。え、そう、服のブランドって大体横文字だからさ、だから困ってんのよ私は。みんなおしゃれな名前にしないで、難しいんだから。覚えられないよ、さやちゃん。難易度上げすぎ、みんな。そう、悩みだよ、ほんと。
みんな難しい名前つけるんだから本当。てかさ、服屋さんのブランド名ってマジで読めなくない？なんかマジで読めない店ない？え、そんな読み方するみたいな。なんか普通の英語の読み方とかじゃなかったりするじゃん、表記で読めんみたいな。そう、むずいよね。マジでいつも口に出したくないもん。なんか読み方わかんないし、あのイントネーションもわかんないし、読み方もわかんないから、あんまりこう口に出したくないね。本当にあっていうか不安だから、できるだけブランド名口に出さない。恥をかきたくないから。あるあるだと思ってる。これこんばんは。英語、フランス語、イタリア語などなどなど外来語の反乱。いやー、そう、英語かと思ったら違うみたいな。同じようなアルファベット使ってたりするじゃん、各国。なんか英語とかさ、フランス語とかさ、よくわかんなくない？どれがどれみたいな。これあるあるだと思っています、私。あと発音しないアルファベット書いてあったりするから、マジでね、難易度高い。あ、そう、今日帰りにね、スーパー、あ、業務スーパーは行かなかったんだけど、今日めんどくさくなっちゃって、普通にスーパー行ったらキャベツが、昨日売ってなかったキャベツが売ってたので今日買ってきました。サリのパーソナルカラーは、中学の時にパーソナルカラー診断を受けた時はウィンターでした。ブルベ冬でした。 でもパーソナルカラーって多分そんな変わんないから、ブルベ冬じゃないですよ。あんまブルベ冬の色着ないんだけどね。でも黒とか多分似合うからブルベ冬だと思う、合ってると思う。パーソナルカラー一回なんかプロの人に見てもらったことあるんで、なんか色の布をさ、シュッシュッってこういっぱい当ててって、何色が一番に、どういう色が一番似合うかみたいな。そう、でもブルベ冬の服全然好きじゃないから全然着てない全然好きじゃなくて全然着てない。淡い色が好きだよね、やっぱ。そう、まあブルベって言ってもね、明るい色あるからね、ちょっとこう色味が違うだけで。そう、これ多分イエベ春っぽい色なんだけど、このピンクはあ、でもこれワンチャンブルベ夏の色かな。ちょっとショールーム推しだと分かんないかもしれないけど、ちょっと青みピンクみたいな感じだから、なんか黒とかね多分似合うんですよ。この前のももちゃんのラジオとかさ、黒似合ってたでしょ。あとだからさ、黒髪が似合うのもブルベ冬だからだと思うよ。そう、でもさ、ちょっとさ聞いてよ、よく言ってるんだけどさ、毛先がさもうめっちゃ茶色いの私、傷んで。なんかこうやって見た時に、ここの色と毛先の色全然違くて笑っちゃった。自然のグラデーションができてるんだけど、そう、染めたりしてないんだけどさ。そう、天然のグラデーション出ちゃった。結構ね、なんていうの、痛まないように頑張ってんだけど。チュンチュンさん、クマちゃんありがとうございます。嬉しい、クマちゃん久しぶりに見た。クマちゃん最近たい焼きをずっと読んでたからたい焼き色のクマちゃん今度プレゼントするときはブルベ冬参考にするわ。待ってるこれで最後ブルベ冬の服が増えるぜ。自分で全然買わないからな。オニール大さん、たい焼き10個ありがとう。ラジオの時の服かわいい、ありがとう。ももちゃんの番組の時の衣装メイクめっちゃ素敵でした、ありがとう。あの日は大人っぽめを目指した、髪下ろしてたしね。そう、
明日髪型何になるかな、奈々さんなんて言ってくれるかな。楽しみに、さやもドキドキ、楽しみに。やっぱ間違えちゃった。でもクセっ気すぎてさ、洗濯したからこの部屋の湿度今めっちゃ高いんだけど、髪がすんごい広がってく、どんどん広がってくんだけど、時が経つにつれてどんどん膨らんでいく。風船みたいな髪の毛、風船みたいな髪の毛って思ったらなんかちょっとメルヘンな感じがしてきた。ポジティブに捉えるの大事だね。なんかさ、 YouTube の話にちょっと戻るんだけどさ、月曜日、今週の月曜日からずっと撮ってて1週間企画にしたんだけどさ、明日劇場公演だからさ、お弁当出るんですよ。明日の夜はお弁当だから、なんかお弁当、最終日はお弁当食べるだけの配信じゃない、動画にしようかなと思ってるんだよね。そういえば劇場の日さ、夜作んないわと思って。アイドルのリアルな夕飯だから、お仕事があるときはお弁当だよっていうのもリアルですよね。そうだから明日はいつも劇場終わった後になんか客席でさ、お弁当よく食べてるけど、家帰るまで我慢しよう。うわー、お腹絶対すくな。チュンチュンさん、くまちゃん、ありがとう。明日の弁当何かな、奈々さんの星座なんか豪華な気がする、わかんないけど、頑張ってください、ありがとう。こんばんは、トイさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。塚田農場説は全然ある。奈々さん塚田農場だって好きでしょ。それも好きだから、塚田農場だったらただでさえ今やる気が満帆のチーム4公演のやる気がすごくまた上がるね。明日やる気しかないんだけど、すでに。ナナさんの生誕出れるって冷静に考えてやばくない？光栄すぎない？光栄すぎない？さすがに本当に私でいいんだろうか。光栄すぎて腰が引けちゃうよ。めちゃくちゃ嬉しい。塚田農場のチキン南蛮弁当ですね、基本的に出てくるのは。はい、ただでさえ8人公演でさ、人数絞られてるのにその中に私が入ってってやばいな、びっくりです。嬉しい。またゆいさんとななさんとご飯行きたいな。ゆなさんとご飯楽しかったな。ひかるんと4人でご飯食べちゃった時ほんと楽しかった。そうでもなんかひかるんがすっごい可愛くて、なんか一つ一つの行動っていうか言動が、そう、あーなんかさやもこういう女の子になりたかったなと思いながらヒカルンを見てた。隣に座っててさ、なんかご飯食べた時は4人席で、前にゆりさん、ななさんで、私とヒカルンで横並んでて座ってたんだけど、そうなんかヒカルンすごい一つ一つの言動がなんか可愛らしくて、なんかあ私はこうなれないなと思っていいなって思ってこう横をこう見てた。ヒカルンって可愛いなと思ってそうね、さやはこうなれないなってちょっとへこんだ。なんかさ、そう変にしっかりしちゃってるからさ、私可愛げがないんだよね多分、知らんけど。そうかわいがないから先輩に可愛がってもらうのめっちゃ苦手。ヒカル
んとかマジ先輩に可愛がってもらうために生まれてきたみたいな愛嬌だからさ、いいなって思う。そうめっちゃ素敵だなって、私もそんな人間になりたかった。もう諦めてるから過去形、もう諦めてるから過去形なんですけど、ああはなれないよ、あんな可愛い子にさえなれないよ。そうへこんだ。こんばんは。でもそんな食事もとても楽しかったのでまた行きたいですね。いろいろ落ち着いたらにはなると思いますけどね。いつ行けんのかな、メンバーとご飯。なかなか今は厳しいですよね。厳しいですね。サリンは今のサリンでいいからね。あの大丈夫、人はね変われないんですよなかなか。だからどうってことはないよね。今後も変わらないと思うよ、さやかちゃんは変われないと思うよ。なかなか難しいよね。いいね、なんか家計簿楽しいわ。こんばんは。話が行ったり来たりしてごめんね。明日の公演楽しみだな。ゆうなさんがいるのか楽しみ。そもそも劇場公演が楽しみだからな。頑張ろマジで、めっちゃ頑張ろ。めちゃくちゃ頑張ろ。こんばんは、こんばんは。常に変わろう変わろうと思う行動してるとその通りの人になる。いやーさえは光るにはなれないよ。あのこうちょっと抜けてるような可愛らしい感じにさえはこっからはなれないね。もう3歳ぐらいに戻ってもう一度教育をなやり直せばなれるかもしれないけど、さえも末っ子なんだけどね。サリーのリボンもとりあえず見納めたから楽しみにしてる。そうリボン頑張ります。これからもどんどん公園出てね。出たい。こうやって雫が再開したらあんたたくさん呼ばれたらいいなと思ったけど、多分愛媛に行ったりするからどうだろうね。愛媛に行ったりしたら一旦出れなくなっちゃうからな、こう行く前にいっぱい出ておきたいよね。たくさん出たい。もうさ喋りがさなんかしっかりしてるっぽいんだよね。なんかしっかりしてるっぽくて、そう普段はしっかりしているつもりは全くないんだけど、なんか割としっかりしてるっぽい。受け答えがなんか丁寧すぎるらしいって言わ、そうやって言われる。受け答えのなんか言葉選びが真面目って言われた。ツイッターとかにもたまに出ちゃう、よろしくお願いいたしますみたいな。いたします、普段使わないよね。でもさ LINE で対応するからさ、予測変換によろしくって打つとよろしくお願いいたしますが出てくるからツイッターでそのまま使っちゃうんだけどさ、まあ普通使わないよねって思った。そうこの前ちょうど思った、このメンバーでよろしくお願いいたしますって言ってる人いねえなと思って。そうおもろない。エイトで一番声が大きい説、大きい声を出そうとした時に一番声が大きいのは私だと思ってる。
楽屋とかだとそんな私は声大きくないんだけどね。しっかりしていると周りから信頼される。いや信頼されたったらいいな。最近レッスン全然覚えられない。難しいね、レッスンダンス難しいです。最近こんばんは、こんばんは。すごい丁寧な言葉選びする。いやショールーム見てるとギャップがおもろい。ショールーム全然丁寧な言葉遣い使ってないかも。なんか文章だとすごい硬い文章になっちゃうんだよね、それ文章を書こうとすると。でも喋り言葉はそんな、あでもまあ目上の人と話すときは結構ガッチガチの言葉使っちゃうけど、先輩と話すときとかダンスの先生と話すときとかマネージャーさんと話すときとか。ひーちゃんがメールで全然踊れなくて落ち込んでるって書いててびっくりした。そうなんかひーちゃんがそう今日ずっとさ自主練ひーちゃん空いてる時間にしてたんだけどさ、なんかやむって言ってた全然覚えられないって。あんなまあでも韓国だともっと一曲を何か違うなんて言うんだろう、ちょっと言葉が出てこないんだけど、 そのあれの違いだろうね。しけんさんこんばんは、こんばんは。練習の仕方の違い。この前名指しで余計なコメントを書くなって流れたのを見たのでちょっと離れます。どういうこと、私が余計なコメント書くなって言ったってこと。言ったっけそんなこと。全然邪魔だと思ってないんだけど。そんなこと言ったでもそうやって受け取られちゃったってことは多分そういうことを言っちゃったってことだよね。ごめんね、全然そんな思ってないんだけど。こんばんは、こんばんは。コメントにあったってこと？人のコメントなんて気にしなくていいのにね。割と私は例えばじゃファンの方が A さん B さん C さんがいたとしたら、私と A さん私と B さん私と C さんと思って接してるからそのね、そこで A さん B さん C さんもサイリングを通してこう仲良くなってくれたらそれはそれで嬉しいし、でも A さんと B さんが仲悪いからってじゃあサイリング押すのやめるわは違くないそれはね、そう捉えてほしくないよね。そう私はその個々のこう思いで一人一人に接してるから、わかる伝わる伝わる？伝わったかな今。そう A さん B さん C さんにまとめてこう接してるわけじゃなくて、 A さんには A さんと接するよ、 B さんには B さんと接してるよ、 C さんとは C さんと接してるよって接してるからわかる？わかるかなこれ。そうなんか全然気にしなくていいのにね。
まあ、いつでも戻ってきておくんだまし。コメント表示して見てない、コメント表示して見てない人も多そう。えでそれもちろん D さんだって E さんだって F さんだってみんなそうよ。 Z さんだってそうよ。そう、伝わったけどジェスチャーが独特すぎて、えジェスチャーどんなのしてたっけ、ちょっと覚えてないや。伝えるのに必死すぎてジェスチャーにそんな重きを置いてなかった。なんかおもろいことしてた、おもろかったらいいわ。むしろさコメントないとあんまり喋れないからさ、もうそんなに気にせずさいっぱいコメント書いてほしいよね。なんか私のコメント邪魔かもとかじゃなくて、でも何でもいいから書いてほしいんだけど、そう最後嫌だなって思うのは飛ばすだけだから。そう拾うのちょっと違うなって思ったら読まんだけだから別にね、全然気にしないでいいんだけど。そうかわいい、ありがとう。日常でこんな一度に人に花ちょっと待って、ちょうどさ星になっててなんて言ってんのかわかんないけど、まあ一度にねたくさんの人に接することないからってことだよね多分。一番大事なとこ星になってたんだけど。ウケる。そうフレンドリーな配信しております。ジェシアで熱意が伝わった、よかった、伝わればいいわ。そう数値当たる的な感じでコメントしない、でもそれがね正解だよ。なんかでもなんか誰々さんのだから飛ばすとか特にしてない、内容であこれ読んだら話広がるなみたいな感じで拾ってる基本ね、基本ね、基本できるだけ読もうと頑張ってるんだけど、あとなんか字には出してないけど目で読んでなんか配信の序盤にコメントしてくれたやつを後半まで覚えてて、たまに後半に言ったりもするよね。割とさコメントさ読んで覚えてるくない、なんかそう、こんばんは、こんばんは、聖徳太子並み、確かにそうだよね、コメントってでもそうだよね、なんか大勢の人からバーって話されてさ、それにこうはいはいはいって返してみたいなことだもんね、すごいね。そうなるとまあコメントはね見返せるからね、こう戻れるからいいんだけどね。そうそうそう、コメント読んでくれる回数多くて嬉しい、よかった嬉しい、こんばんはこんばんは。できるだけそう偏らないように頑張って読んでるんだけど、でも人間なので偏っちゃったりすると思うんですけど、なんかその意図してないのでみんなの気にしないでね。コメント読んでくれるときあって嬉しい、やった、笑顔見れるだけで幸せ、やった。コメントしてちょっとしてから拾ってくれるのすごい嬉しい、そうそうそう、ピョーンってこうやって戻すからさ、ピョーンっての戻しに行ったりするからね、すごい時差でね読んだりするんだよね。読まれなくてもへこまないコメントを書く技術。私の配信はでもまだそんなに人が多分多くないからあれだけど、もっと何万人、同説何万人みたいな配信だともう読まれないのが普通だからね、読まれない前提のコメント書くスキルは上がっていくよね。そう YouTube ライブのコメントとか絶対読まれないもん、あれ早すぎてピョンって飛んでくもん。こんばんはこんばんは、こんばんはにちゃんとこんばんはと返すのはサリンとかおりちゃんくらい、あ
本当？こんばんはって書かれたら反射でこんばんはこんばんはって読んじゃう。あ、こんばんはこんばんはっていう時は最初のこんばんははコメントを読んだこんばんはで、それに返するこんばんはが2回目のこんばんはだよ。ちなみにみんなわかった？みんなわかった？そう、こんばんはって絶対さ2回連続で言うんだけど、それはコメントの方のこんばんはを私が代弁して、それに私が返してるから2回連続で言ってるってことね。こんばんは。そう、1回の時もあるけどね。そう、黙読して返す時もあるし、そう2回言う時もある。だってさ、普通のコメントもさ、例えばそう思ってたって書いてくれたらさ、それを読んだよっていうのを伝えるためにそう思ってたでしょみたいなこう返すやん。だからこんばんはもちゃんとこんばんはっていうコメントを読んだからこんばんはって返してるよっていう流れですね。いつ来てもこんばんはって言ってもらえるの嬉しい。そう、後から来た人とかやっぱさ、私が一人でバラバラ喋ってたらなんか遅れてきちゃったなってこうちょっと悲しくなるやん。でも最後なんか無限に喋っててもさ、こんばんはってさ来たのを認識してくれたらちょっと嬉しくない？そう、だからできるだけ読むようにしてるけど、たまに流れちゃったらごめんねって感じ。ふふんふふん。さやのショールームのこだわり割とちょこまかあるんですな。そう、そう、言葉のキャッチボールしとる。相手役になって声色変えてみると面白いかも。あ、だからこんばんはの時はこんばんは、はい、こんばんはってこうちょっと変わってんねいつも。はい、こんばんはって途中から来ると話の展開についていけない時ある。私話変わりすぎててさ、そう、私の最初ルームね、マジで話コロコロ変わりすぎて多分見てる人めちゃくちゃ混乱するんだろうなって思ってる。でもさえばこのスタイルもう戻せない。そう、もうだってさ、普段の会話からそうなんだもん。普段友達とかと話しててもさ、ちょっと話変えていいっつってさ、全然違う話とか始めるからさ、なんか普段からこれだからもう変えられない。19年培ってきたこの喋り方もう変えられなくなっちゃった。そう、あーごめん。さっき YouTube の一人暮らしご飯見てきたけど、一人暮らししてるから勉強になる。あー嬉しい、見てくれてありがとう、ありがとう。そう、参加タイミングが様々だからね。あかりんのコメント読みもすごかったけど、さえちゃんもすごいと思う。嬉しい、ありがとう、やったぜ。お疲れ様です。はい、こんばんは。いろんな話題話すの好き、よかった。そう、なんか話したいことがさ、なんか普通の人間って数珠つなぎに思い出すと思うんですよ、話したいこと。なんかご飯の話してたら、あ、そういえば今日の夕飯はねとかで、夕飯の話でハンバーグの話したら、あ、そういえばハンバーグの美味しい店がどこどこにあってって、で、まあ、どこどこ東京とかだったら、あ、そういえば東京といえばみたいな感じでこう数珠つなぎで話してつながっていくと思うんだけど、私の場合ここの話をしていたら急にこの話を思い出して、あ、この話しようと思って、この話をしたと思ったらこの話を思い出して、あ、この話しようってなるから、なんかつながらないんだよね。そう、つながらないんだよね。それ話つなげられない、もう飛び地にしかできない。頭の回転が早いのかな、どうなんだろう。逆にこのテンポ感に慣れてるから他の配信見ようと思っても物足りなく感じて見れない。でもさ、他の人結構もうちょっとのんびりさ配信してるんで、なんか無言でコメント読んでる時間が長いメンバーとか、なんかそれぞれ癖があるよね、ショールームに。でなんか無言の時間ってさ気まずいからさ、なんか相当眠い時とかってさ、たまに多分無言になってると思うけど、基本的に今日はさ元気だからずっと喋ってるね。コメント書いてる時に話題の急展開を忘れる。確かにコメントで、例えばハンバーグについてコメント書いてるのに、もう次東京の話とか始めたら、あ、話変わっちゃった、大丈夫、話変わっても話さえ戻るから
気にせずコメントしてほしい。もう書き始めたコメントはそのまま止めないでね、送ってほしい。そう、レスもらうと沼る。本当？じゃあみんなを沼らせていこう、これからも。あと私がマシンガントークしてるコメントの流れが早くて嬉しい。それでなんか相乗効果、あのさ、私がちょっと眠たかったりとかちょっと疲れちゃっててのんびり配信してるとコメントものんびりになって、でそのコメントがないとさあんまり喋れないから、こうどんどんまったりの急加速みたいになるんだけど、私がこうやってめちゃくちゃずっと喋ってるとコメントもどんどん増えてくから、それをいっぱい読んでるとなんかもう一生加速し続ける、一生加速し続けてるんだ。そう、途中からサイリーの配信はいろいろな話題が出て途中から来ても楽しい。嬉しい、よかった。それぞれタイプがある。そうね、こんばんは、こんばんは。私から見てサイリンさんは打てば響く鐘のような人。すごい、あの小説家みたいな例えをするね。こんばんは。そう、思い出すと話したくなっちゃうんだよね、みんなに共有したくなっちゃう。そう、いろんな話でもサイリンの配信だけは記憶残るようになった。お、記憶が、脳の記憶デバイスが上達、何、成長しとる。こんばんは、こんばんは。そう、コメントを巻き戻してみたりするからマジ全然あれよね、マジで今日よくしゃべる。え、今日話が止まらんのだけど。だから1時間過ぎたけどもうちょっとやるわ。なんか今無限にしゃべれる。いや眠いとしゃべれないんだけど、今日なんか眠くないから、夕方にコーヒー飲んだからかな、それか今日電車でしっかり寝たからかも。寝過ごすぐらいしっかり寝たせいかもしれない。そこで強制お昼寝が、そう、追加されたから。あ、でもコメントに関しては、そう、みんなにねコメントをさ、あの書く際の私からの私の心持ちを喋ろうと思うんだけど、あの本当にね、 A の話をしてたと思ったら B の話をして、 C の話をしていたと思ったらまた A に戻って、で C の話をして B に戻ってみたいなことがよくあるので、あのもう本当書き始めたコメントとか、あ、書きたいと思ったコメントはもう話が変わっていようが何だろうが書いて送ってほしい。そう、全然それで OK、 話が変わろうが、さらにもう一回この話してっていう気持ちでもうコメントを送ってほしい。例えば B の話をしていたとしても A のコメントを書いて全然大丈夫。そしたら最後行ったり来たりしてみんなを混乱させるだけだから。そうそうそう、そう。あとね、なんでコロコロ話変えるかってもう一個理由があって、まあ思いつくから喋りたいっていうのもあるんだけど、あの ABC の話をしてて、そうで、だあるファンの人が例えば A と B の話は分かるけど C の話分かんないなって時に、なんか A の話ずーっとして B の話ずーっとして C の話ずーっとしてだと C の話の時つまんなってなっちゃうじゃん。え、何の話してんねやろみたいな。でもなんか ABC を行ったり来たりしてると、あ、なんか知ってる話戻ってきた、あ、分かんない話だけど、あ、また知ってる話戻ってきたみたいな感じで、割と飽きる時間があの短く済むのかなという感じで話をコロコロ変えたりとか、あのまあ戻っちゃうのはもうさ、あの喋りたいのが思いついちゃったからしょうがないんだけど、そうそうそう、そんな感じなので、そんな感じです。そんな感じ、実はそういう理由も一応ありました。あ、でもそう、 B の話をしてる時に A のコメントをしてもらって、マジでもう B の話してるさえちゃんは A の話で1個前に何の話してたか思い出せなくて、なんか本当にコメントが噛み合わない時がたまに生まれるんだけど、まあそれはちょっと許して、もう頭が自分で喋っててもやっぱ頭って混乱するんだよね。みんなも聞いてて混乱すると思うけど、私も混乱してるから分かんなくなっちゃうんだよね。だから何の話してたっけと思ったらみんなあの教えてくれたりするから、 それで取り戻す、自我を取り戻す。ああ、そういえば A の話してたねみたいな。そう、あの本当にね、そういうことはまああるもう一個前に何の話してたか全然思い出せないからね。さ、
え、マジさや、この配信マジ脳トレだと思う。そう、マジ脳トレ。頭バグってくるもん。さやちゃんルーム本当楽しい。そうって思ってもらえると嬉しいです。ショールームから好きになってくれた人とかいるんかな。なんかちょっと気になってショールーム見に来たらハマっちゃったみたいな。どうなんだろう、そういう人がいたら嬉しいよね。いろんなことをさ、やってるじゃん。まあ今は YouTube だったりショールームもそうだし、まあ、あとまあ劇場とかこうステージとかもあって、こういろんなとこからこうハマってくれる人がいたらいいよね。劇場だけとかさ、ショールームだけとかじゃなくて、いろんなとこからこう入ってきてくれたらめちゃくちゃ幅広がるよね。いろんなとこから入ってくれるってことはさ、全部それぞれなんか魅力があるってことじゃん。別の安いよね。私そうだ、それ私ですね。沼、オラはそうやね。ショールーム始まり、それは私だ。待って、ショールームからの人めっちゃ多いんだけどやったやった、嬉しい、やったぜ。よかった、ショールーム頑張っててショールーム頑張っててよかったな。それはそれはそれはありがたいね。髪の毛の湿気やばいけど、ちょっとやば、で切れ毛もやばいな。おもろ、今毎日アイドルね頑張ってるからね。毎日アイドル今550何日とかなんだけど、その前だから2年ぐらい前は結構2、3日に1回とか、まあ、毎日はやらないけど、なんか1週間に1回とかいうことでもないみたいな感じだった気がする、ショールームの頻度。けど毎日にしてよかったなって思ってる。しけんさんこんばんは、こんばんは。そう、毎日にしてなんかみんなといっぱいコミュニケーション取れるようになったからよかったなと思ってます。でもちなみにこの話をしていてもマジで今ずっとこの辺、脳裏のこの辺にずっとタカラジェンヌさんの顔あるのオタクですね。本当 AKB グループのショールーム配信始めてくれてよかったと思ってる。いやそうだよね、革命だよね。アイドルがさ家から配信するってさ、昔じゃ考えられないじゃん。そう、昔っていうのは昭和のアイドルとかね。そうだから、まあどっちがいいとかはさ、まあ人によると思うけど、私はなんか今現代のアイドルでよかったかなと思ってる。やっぱファンの皆さんとのコミュニケーションが取れるから。こんばんは。さえちゃんっていつから図画ガールなの？おととい。おとといだよ。3日目。3日目。でもね、この熱し方はね、多分ね、そんな長く続かない。2、3ヶ月続いたらいい方かなっていう熱し方なんだよ。もうわかるんだよ、私の熱し方の癖が。この急加速度は、多分ダメだな。一生の趣味にならんハマり方なんよね。いやー、続いてほしいけどな。心をときめかせてるよ、宝塚の皆さんを見て。人間としての素晴らしさ人間としての素晴らしさ。きっかけはなんか YouTube でおすすめに流れてきて、なんか見てみよう、うん、みたいな感じですね。そう、スカイステージに入るか今ちょっと悩んでるんだ。スカイステージっていうのはなんか宝塚のあのステージが見れるコンテンツ、まあ、AKB でオンデマみたいなもんなんだけどそうそうそう、ちょっと悩んでるよね。
ぞ私。ごひいきさんは、あさみじゅんさんっていう方はマジ一目惚れ。顔がすごいんだよ。顔がもうおとといすぎ、もうおととのいすぎて、なんか本当に同じ種族なんだろうかっていうぐらい顔が整ってる。そう。そう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 。おととのい遊ばされていて。そうそうそう、一目惚れでしたね。もう一人の好きな、なんだっけ、あ、待って、柚塚レイさんはダイジェストの動画みたいなのが、演技がやばすぎて、顔もめっちゃ綺麗なんだけど、演技と歌とダンスがすごすぎて、なんか、あ、え、こういう演技したいと思って、そう、演技の勉強をしてる今。演技と歌の勉強を今すごいしてる。ダンスはなんかちょっと私ができなさそうなぐらいやばかった、まあ、歌もなんだけど、演技も全部なんだけど、ダンスはなんかちょっともう苦手すぎて、私が下手くそすぎてちょっともうあれなんだけど、歌とか演技がね、すごいんだよ。演技がすごいんだよ。みんな、私も演技頑張りたいと思いました、改めて。いやジョン・マイ・ラブマジで頑張りたい。本当に頑張ってちょっとこれからの演技の仕事につなげていきたいと思った。そう、こんばんは、こんばんは。でも顔、お顔、え、マジでさ、や、今まで芸能人とか全部含めて出会った人、クラスメートとか芸能人とか全ての顔を見た人の中でマジ一番顔整ってるなって思ったのが、もう一昨日ぐらいに私が出会った浅見純さんって方なんだけど、本当に一昨日遊ばされすぎてて顔が。そんなに顔がいいのにスタイルも良くて演技も歌も上手くてダンスも上手くて、なんかもうってなってます。ごめんみんな、宝塚の話本当に興味ないと本当に申し訳ない。ちょ、ごめん、あの多分2ヶ月後くらいになったらもうちょっとあの落ち着いてるから許して。マジで許して。そう、今だけ許して、今だけこの熱を許して。柚塚レイさん私も好きです。一緒の人がいる。そう、花組のね、あのもうそうトップスターさんなんだけど、柚塚レイさんはあのね、宝塚の花より団子の道明寺をやってたんですよ、柚塚レイさんって。そう、めちゃくちゃかっこよかったね。まあ本編ちゃんと見てないんだけど、ダイジェストしかまだ見てないんだけど、そう、すごいすごいです。すごいです。なんか、え、でもマジでなんか今までさ、あんまりっていうか全然なんかなんだろう、なんて言うんだろうね、芸能人で、あの人好きみたいなあんまなかったの。基本絵だったんだよ。そうそう、アニメのアイドルとかだったの。あー、かっこいいなみたいな。え、マジでそう、もうな、初恋だよね。女性なんだけどね、男役の女性の方なんだけど、多分恋、半分恋の気持ち。でも恋すると女の子って可愛くなれるっていうから、それ宝塚の皆さんのおかげで可愛くなれるかもしらん、もしかしたら。もしかしたらさ、可愛くなれるのかもしれん。乞うご期待だね、今後に。
面白いから許す。よかった。そう、宝塚が分かんない方にも楽しんでもらえるように面白おかしく今話してる。そう、恋じゃないんだよな、なんか違うんだよな、ガチ恋じゃないんだけど、あ、なんかこんなお顔が整ってる方いるんだみたいな意味が分からん、なんか同じ種族でいていいのかなみたいなそのレベル。そう、だからなんか、まあ、恋っていうかなんて言うんだろうね、尊すぎて、そうそうそう、意味がわからないって感じです。そう、意味がわからないです、本当に。やばいよね。そう、そんな感じで今は今熱量がすごいです。そう、いやでもね、でもね、娘役の方もめちゃくちゃ可愛いんだよ、めちゃくちゃ可愛いんです。なんか、まあ、私はちょっとここからイケメンになることはなかなか厳しいので、娘役の皆さんのような可愛らしい女の子になれるように頑張ります。娘役の方の演技が超好きで、まだね、娘役の方でこうごひいきにしてる方はまだいないんだけど、みんな好きなんだけど、そう、みんな可愛いなって思うんですけど、なんか男役の人に恋をしてる時の表情がめちゃくちゃ可愛いの、娘役の方々は。演技がすごすぎて、そう、なんか表情がすごいんだよね。だから私あんな演技がしたいなって思いました。いやでもちょっと恋愛の役とか多分さあんま得意じゃないから、ちょっとあんまやりたくないけどお話が来たらやるけどさ、あんま多分恋愛とか無理だから、ちょっとなんかさ、お芝居ってさ、あれっていうじゃん、なんかいや人生の経験がこうやっぱ反映されるっていうやん。経験してないことを演じるのむずない？めちゃくちゃ。そう、マジ家族の話とか全然分かんなかったもん。そう、なんかもう演出の方がもうめっちゃ指導してくださったんだけど、全然ピンとこなさすぎて、演出の方があれやこれやとすごい伝え方考えてくださったもんそう、いや本当に全然分かんなかった。え、何言って、恋愛って何ですかみたいな全然分からんかったんだけど、なんかこの時の気持ちはこういう感じでみたいな全部説明してもらって、あ、はいはいはいみたいな。全部教えてもらった、分かんなすぎて、はい、あ、こういう気持ちでここははい演技って難しいよね、奥が深いよ本当。でも演じるってそういうことなんだろうな。でも演技だからこう普段の自分とは違うに人間になって、その舞台上だけだけど生きれるから、それを楽しめるようになったらめっちゃ演技力上がるんだろうなと思って、頑張っていきたいね。そう、難しいよ本当わからない私はわからないけどね、難しいよね。こんばんは、こんばんは。そう、まあ、とにかくでも次のジョン・マイ・ラブはミュージカルだから歌が多いからめっちゃ楽しみ。なんか歌でさ演技が進ん芝居が進んでいくのって面白くない？ミュージカルって結構好きなんだよね。じゃあなんか舞台だとそのなんか登場人物の心情とかってセリフとか立ち振る舞いから読み取る、自分が読み取るしかないんだけど、ミュージカルってそのキャラクターの心情を歌で表したりするじゃん。そう、
歌とダンスで。だからなんかなんだろう、その違いがおもろいな、面白いなと思う。ミュージカル好きなんだよね。だからミュージカル好き。そう、まあそうね、慣れないと急に歌い出したりするとびっくりするけどね、えって。そう、ミュージカル楽しみです。まあそんな話をしていたらもう11時半ですよ皆さん、もう深夜に差し掛かっております。そもそもディズニー映画とかもそう、あ、確かにディズニー映画って結構ミュージカル風調ですよね。急にキャラクター歌い出すもんね。確かに。え、今日さ、なんかマシンガントークしすぎて1時間半があっという間過ぎたんだけど、ずっと喋ってたんだけど、え、なんか今日めっちゃ元気じゃなかった？いや電車で寝たからだね。電車で爆睡したせいで夜の眠気がなかなか来なかったね。いっぱい喋ったよ。でも喋りすぎてね、ずっとうっすら汗かいてんのさ今。テンション上がりすぎてうっすらずっと汗かいてる。ちょっと配信が終わったら窓を開けて換気をします。この部屋の湿度が高すぎ、私の汗で湿度も高いし洗濯物のせいで湿度も高いから一旦部屋の窓開けます。そう、じゃあちょっとランキングで終わりにしますね。そう、改めてフルーツ大福皆さんありがとうございました。今日までだったんですけど、みんなあのイベントとても嬉しかったです、ありがとう。あと最後に宣伝だけど YouTube も見てください。え、でも YouTube さ、ちょっと待って、ランキング前にちょっと喋らさせて。また喋りたくなっちゃった。YouTube さ、そう、あの9時過ぎぐらいに、あ、 YouTube の宣伝 Twitter でしなきゃと思って、こう YouTube の自分の動画の URL を見るためにこう開きに行ったんだけど、まだ宣伝もしないのに400回くらい再生されてて、そう嬉しかった。今回再生数ちょっと多そうで嬉しかったです。はい、じゃあ次さすがにランキング言いますね。10歳大観さんありがとうございます。12おちゃむさんありがとうございます。11とめさんありがとうございます。10ひらりんさんありがとうございます。9けんけんさんありがとうございます。8わさっぴさんありがとうございます。7くるすさんありがとうございます。6やちさんありがとうございます。5こくようさんありがとうございます。4ともちさんありがとうございます。3けろんさんありがとうございます。2ラブカーナ DD さんありがとうございます。あ、 DD なんだ。1ちゅちゅさんありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとう、ありがとうございます。いやちょっとさ、 YouTube さ、そろそろ固定曜日作ろうかな。なんか固定曜日固定した方がさやがもう死ぬ気で編集頑張れそうな気がする。なんか何曜日にあげるってなったらもうその日にあげないと死ぬぐらいの覚悟で編集できそうな気がするから、ちょっと曜日決めようかなってちょっと若干思ってます。もうちょっと自分のスケジュールと照らし合わせてどうにかしてみます。では皆さん、今日も長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。